こんにちは。政治経済学部4年の杉浦秀です。来期からドホーリーホップの方に加入内定することになりました。自分がこの4年間を振り返って、4年間の初め、まず寮に初めて実家から出て、入寮したときに、伝統ある16人部屋に入って、本当にすごい先輩方と過ごしてきた時間っていうのがやっぱりこの今の自分の力になっているなっていうのを率直に今振り返ると感じています。本当に明治の先輩方っていうのは100年をこの100年で積み上げた歴史を継承しながら、それを自分たちで発展させながら、この強い明治を今ある強い明治を作ってきました。でそれをこの4年間で自分たちが引き継いでさらにこの先どうやって発展させていくかっていうのを日々追求しながら、明治の勝利のためにやってきた結果が水戸ホーリーホップに加入することにつながったんだと思います。サッカーの部分で言えば、先ほども栗田さんから紹介があったように自分の特徴である、クリエイティブさだったり監督からの要求だったりそういうものを感じ取って自分の中で、出していくっていうのが自分の特徴であって、それを生かすためにもその課題であった、運動量であったり球際の強さであったり、そういったものを日々追求してきました。最後のインカレでは自分たち4年生100周年ということでまだ一冠も取れていなくて無冠で終わるのは絶対にこの同期でやってきた積み上げてきたことを発揮して絶対に優勝したいと思うので、まずは初戦10日後にある初戦でしっかり発揮できるように準備していきたいなと思います。来期から加入する水戸では、自分の特徴であったり、積み上げきた人間性の部分っていうのを発揮して、J1 昇格そして J2 優勝1年目からインパクトある結果を残せるように、やっていきたいと思います。杉浦文也です。来シーズンから水戸ホーリーホップに加入することになりました。来シーズンからは、水戸の J1 昇格、J2 優勝に向けて、少しでも力になれるよう1年目とか関係なく、積極的にプレーしていきたいと思います。自分の特徴はやっぱり、ゴール前で仕事をすることだと思うので、ゴールだったりアシストで、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。